いや、えぐいな。<laughs> はい。シビアなんんですよねほんまシビアっすね、はい、何これっていうぐらい自分のやってるその種目が本当に義足の種目なんで、はい、まあ義足のことがよりまあ一番分かってるところはあるんですけど車椅子の選手とか視覚障害の選手とか、はい、知的障害とかいろんなこの障害のクラスであの陸上をやるんですけど実際に競技する時はあのこの義足はこの義足のクラス、まあ、義足の選手としか 走らないんですけど、まあ僕はまあ切断の義足の選手なんですけどそれぞれ多分障害に応じたいろいろこう工夫とかもしながら競技に取り組んでいるので非常にこのパラ陸上競技っていうのはいろんな障害がいてその中での障害いにあ自分のなったその工夫の仕方で競技に取り組んでいると思うので、うん、多分そういう多分見どころみたいなのもあって面白いかなというふうに以上で思います。うん、こんなの聞いたらそんなの見ながら僕思ますよ。今度、ね、大会でお見せさせてもらったら。はい どうなのかな？とかチェックするわけですよね。<laughs> そうですね。なんか本当に義足に関しては、あの僕もまあずっと競技に取り組んでいて思うことはなんかどの角度で走ったらどういう義足を使ってどういう走り方をしたら速くなるとかっていうのはないんですよね。結局はその選手にやっぱあった。やり方、走り方角度の調整の仕方もあってで、本当に特にこの膝のない。この t6 クラスで言うと t63 クラスって言うんですけど。 この膝のない代替義足のこのクラスっていうのは膝がないのでみんな全選手走り方が違うんですよねんなんでじゃあ速い選手のあの走り方を真似したら速くなれるっていうのもそういうわけじゃなくてそもそもみんなもこの義足の使い方走り方が違うのでその中でまあ自分があの一番こういい走りができるんじゃないか速く走れるんじゃないかっていう角度をとか調整をしながらあの見いだしていくような形で。 世界で速い選手がいるから、ああいう走り方をしてみよう、あの角度にしてみようとかっていうチャレンジするのはありかなと思うんですけど、じゃあそれが、それを角度にすることによって、あの世界一になれるのかって言われたら、やっぱそうでもないとか、みんな走り方が違うので、非常にこう見てても面白いなと思いますし、いろいろこう研究とかされたりはしてますけど、なんかまだ正解っていうのはないのかなっていうところはあります、ね、いつか、いつかその正解っていうに近いものが出るかもしれないですけど、今はもう,ないい、うん、もうデータ上でしかない感じですかね。 一応データ上では出てただまああ,のあくまでそれデータではあるので、はい、その走り方をしたら走れるか速く走れるかって言ったらそうではないかとは思いますけどうん、うん、そこはテクノロジーでも全然届かない場所なんだなとそうですねいろいろ研究は、ね、義足に関してはすごい研究はされてるんですけどどういう走り方をしたら速くなるかとかっていうのはもう選手それぞれになってくるのかなっていうふうに思いますねやっぱり義足で走ってる以上はやっぱり義足の使い方がメインになってくるので、はい、パラ陸上初めて あまりこう義足のことを考え,た考えて走ったというよりかは自分のこのいい方の足をどれだけ使ってでその中で義足をこう動かすっていうのを意識して走ったんですけど、うん、なんかそこでこう最初はこう、まあ、ビギナーズラックとかじゃないですけど本当にやり始めた時ってバーンってこう記録が伸びたんですけどどこがやっぱこう止まっちゃったところがあったんですよね伸びるだけ伸びて1年間はでそこからもう来年全然伸びなくなったとかっていう時があってそこでじゃあ何がだめなんだろうってこう自分の中でいろいろこう 1人にも確認しながら聞いて。まあ、あの得られたものっていうのは、義足をそもそも全然こう使って走れてなかったっていうところに至って。<ー>なんでやっぱりこの自分のいい足は当然使って走りますけど、やっぱりそのもう一つは義足で走ってるわけなので、はい、じゃあ義足のこの使い方どういう風に使ったら走れるになるのかな？っていうのを見出していかないといけないなと思って、しっかりこう。義足を使って走るっていうような。走り方を本当に2年目以降に学んだかなっていうところで。 しっかりこう角度とかも調整しながら意識を持って走り始めたらまあ記録とかもまたこび始めたかなっていうところになるのでいや難しいそうですねなかなかね難しいと思うんですけどあの義,の義足で走っている以上は義足のメリットもやっぱあるのであのまあこのブレードで反発を出すとかあのまあこれに合った動き方とかっていうのもあるので規則を意識しながら走っていくっていうのを本当に。 意識的に言うと、こっちのいい方の減速の足、4割、義足6割ぐらいの意識で大体走ってるかなと思いますね。今は減速の方が少なくなったってことですね<の>最初の1年目に比べるとそうですねあの、少なくなったというよりかは、なんでしょうね、義足の意識がちょっと強くなってるかなっていう、自分の体の使い方で、本当に義足の動きって変わってくるので、義足のこの反発、まあ、長所を生かして、まあ、それに合わせるような走り方をし,してるような感じですかね。 足を均等に走れば速くなれるとか、じゃあ義足の方を重きおくのか、減速の方を重きおくのかっていうのは、まあ、それはもう分からないので、選手個人にもなるので、2年前ぐらいから意識し始めたのは、まあ、義足の方をまずあのどういう走り方か、うん、走った上で減速を合わすっていうそこでまたいろいろとこう自分の中で違った感覚を得て、そうですねそこを、まあ、トライアンドエラーじゃないですけど、繰り返して繰り返して、まあ今後もさらにいくっていう形になるんですかね、そうなるとそうですね。 まだだから今、一つの回答としては出てるけどじゃ,あじゃあ2年後、3年後もしくは1年後でもいいんですけどそれが今のままでいられるかっていうのは分かってないってことですよね、うん、そうですねそれはそれに応じて自分が合わせていくそうです、ね、コントロールしていくっていうところにたどり着いていくかなっていきごめんなさい聞いた話はそのまま言葉にしてみただけなんですけ、ね、ど、ね、ういう感じですかねいろいろ変えていくきっかけかなっていうのは1年スパンでこう見てて1年結果を出せなかったら何か変えないと多分、次年度も。 引きずっちゃう可能性があるんでですよねなので、まあ、一応今の時点では1年に1回その自分の記録の自己ベストっていうのはこう出せてはいるので大きな変,変化点っていうのはあまり行ってはいないですけど 1>,、はいはい、1年間自分がこう自己ベストを出せなかった時とかっていうのは何かを変えないと絶対次年度も同じことが起きるのでそこはやっぱり大きなきっかけにはなり得るようなことには意識してはやってはいますね <laughs> いやこれは今の,はあの発言というか言葉は。 あくまで義足競技者だけではなく社会的にも生きていくる方うがなと思うんですよね。うん、というのもその変化を恐れてしまうのが多い <laughs> 人種っていう聞くの日本人は、うん、その中でその逆に変化をさせることによってより自分を向上させようっていうふうに今僕は捉えたんですけど、うん、そうしたならばいろんな方がこの言葉響いてもおかしくないのかなって今思ったんですよね。うんあ に目じます変化することによっていろんな環境が変わるとか、うん、新たなことをしていかないとかっていうのが、まあ、ちょっとこう怖いというか、はい、いろいろ変えていけないとかっていうのはやっぱ労力を使わないといけないというところにあると思うんですけど社会とかでいうと社会の情勢に従ってこう変えていけないとかっていうのもやっぱりあると思いますしまあ、競技に関してもやっぱりこうずっと同じことやるんじゃなくて、はい、ダメだったらダメな時の期間っていうのも考えてじゃあ次はこうしていこうっていうの変化をやっぱ加えていかないといけない。 あとはその変化に対して自分がこう順応していくっていう,う形を取っていかないと、まあ、伸びていかないんじゃないかなっていう毎年一緒のことをしていても多分伸びはしないですし本当に自分がこれでいいのかなって思ったときに変化を加えないと、まあ、多分ずるずるそのままずっと2年3年4年、まあ、その先ずっといってしまうと思うので、まあ、そこはいろいろ変化をすることを楽しんで取り組んでいく,、うん、いくことが大事なんじゃないかなというふうに思います。い,やいいいいいいやすすすねね楽楽ししむ変化を楽しもらいますのはい はいいい最後のことはめっちゃいいっすね、特に変化を楽しむ、僕も、ね、本当にいいなって思い始めたんですよね、変化を楽しむっていうのは。やっぱりこうなんか日本人の,、はい、あの風習とかって、あるじゃないですか、なんか日本独自のなんかそういう風習、なんか変わっていくことが嫌。はい まあ特に昔の人ってそうじゃないですか昔本当に仕事してて製造現場って働いて,てたんですけど、はい、やっぱ職人さんみたいな人が非常に多かったんですよ。うん、なんで職人さんってやっぱ自分が昔からこう培ってきたものがあるから変えたくないし、はい、新しい変化っていうのをすごい嫌がるんですけどでもやっぱり今が出てきたこの若い子たちとか僕ら世代って何だろうマニュアルがないとできないとか。 っってていうところになってくるんですよね昔の職人さんとかでいうと俺の背中を見て覚えるみたいな,ない、はい、仕事を見て覚えるみたいなそういう意識がく強くてうん、うん、でも今の時代って多分そうじゃなくてもういろんなこともデジタル化されてきますし電子化されてきてる、まあ、そういった情勢になっていかないといけないですしあの考ええ方自体をこう変えていいいいかないといけなとけですよね本当にその変化を加えることによって多分今の職人さんとかだったらすごいこう嫌がるんですけど昔の世代の方とかって、うん、でもやっぱりそれに順応していかないといけないですしあの僕ら自身も。 多分今のこの環境さらにまた何年後かってこういい環境というかまた別,別の違った例えばまだなんか体制ができると思うので、はい、そういった変化をやっぱりこう変化に応じてこう変わっていく、はい、その変化を嫌だなとか思うんじゃなくてやっぱりこう楽しんでこうその変化に順応していくのが非常に大事かなと思います、ね、もう本当に本当肝に,に銘じます,す、ね、本当に,にまあその変化に自分が乗っていくかどうかっていうのも,、ね、もう本当に自分次第のところもありますし、はい、逆にこう 社会の情勢に従って自分も変化していくのではなくて自分で変化を加えてそれに対して自分をしていくっていう考え方もあるので、うんはい、そういったことはやっていく必要はあるのかなと思いますしたぶんそれをやっていかないと自分自身でこう成長しないのでいやもう日々成長って本当そそううういうところでですよねそそうですね成長にもなんかいろんなね成長がありますけどね自分自身のなんかで人間力の成長とかもありますし、うん、競技力の伸ばすという成長もありますしあのいろいろいろんな成長がありますけど。はいはい もう今はもう、あのお話を聞いた上で、僕は自分の人間力上げるための方に、今転換した話聞いてました。いや、もうぜひ、ぜひ行ってほしいな、夢叶えてほしいな。まあ、まずは五月の目標を達成させて、達成していただいて。八月の夢の舞台、さらにもう一つの大きな舞台、さらに四年後見せての。これからの童貞部分、もうそれもいろいろ見させていただきたいと思います。はいありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。いや、すげー